バラー級フリゲートは南アフリカ共和国海軍のフリゲートの艦級。偽装前のスピオエンコップ本級はドイツのブロームーンとフォス社によるメコ A-200 型フリゲートの設計を採用しており、メコ A-203 型と称される。船形は朝鮮主導型でレーダー反射弾面積の低減に配慮した X フレームと称される設計が採用されている。 また煙突を廃し、排気は冷却の上で完備より行われていることから、赤外線シグネチュアも低減されているほか、バルバスバウの付与により水中放射殺音の低減も、図られており、全スペクトラムでのステルス性の向上が施行されている。ただし2010年8月には、ネームシップにおいて、センサーの誤作動によって排気系より、海水の侵入を許し、機関部の損傷事故が生じた。 式方式は特徴的でコダグワープと称される方式を採用している。これは巡航時には左右のディーゼルエンジンによってスクリュープロペラを駆動し、高速発揮時にはこれに加えて中央のガスタービンエンジンによるウォータージェット推進を使用するという方式である。スクリュープロペラは可変ピッチプロペラであるが負荷に応じてエンジンの回転数と 翼角の双方を自動制御しており、特に、リハインドプロペラと称される。電源としては、マトゥーフリードリヒスハーフェン製ディーゼルエンジンを、原動機とする発電機が4セット搭載された。主な伝装品は、タレスグループ製が採用され、戦術情報処理装置は、タバたく NT とされている。主センサーとしては、C バンドの3次元レーダーである、MRR3DNG が搭載されており、 アンテナは前保柱に配されている。またソナーも同社製のキングクリップであり、こちらは監視直後のハルドームに収容されて搭載された。股間防空ミサイルとしては、同国のデネルエアロスペースシステムズ社製ウムコントを搭載した。発射機としては、環境直前に8セルの VLS を4機配置している。 また、下機関製レーダーとしては、やはり同国のローテック射製の RTS-6400 を、環境構造物上と、後部上部構造物上に一機ずつ配している。艦隊艦ミサイルは、エグゾセ MM40 ブロック2を4連装発射塔2機に、収容して、環境構造物直後の中部艦板に搭載した。艦砲としては、オートメラーラ射製 76mm コンパット砲を、 搭載したが、これは、体液艦からの流用である。また、後部上部構造物の後端部に、デネル d p g 3 5トル連装基銃も、搭載された。ハンガーは、アトラスオリックスなら1機、より小型のアグスタウェストランドリンクスなら2機、収容できる。搭載定数は、リンクス1機である。1999年12月3日、4隻及び、 オプション一席の建造契約が締結された。ブロームウント、フォス社ハンブルク造船所で、会145と、会147、ホバルツベルケドイツ造船社キール造船所で、会146と、会148の、計4席が建造され、2006年から2007年に、かけて収益した。ありがとうございます。